そういったところをですね、完全に制圧してですね、その全てのキリスト教徒とローマ教会が対峙するようなそういうものを作ろうとしているでは全くないんですね。で、それは例えばその教会法の12世紀に確立する、あるいは11世紀から12世紀に確立する教会法学の中で確立する方言論というものをこう前回社会のルールというシンポジウムでご紹介させていただきましたが、そこを見ればよくわかるんですけれども、さまざまなコーポレーション、それなりの自立性とですね、正当性を持っているさまざまなレベルのコーポレーションというものを、それぞれの位置というもの、その存在を認めた上で一つの大きな枠の中に包摂すると、それがまさにこう大文字の教会というものを作っていこうという作業なんですね。ですからその教皇がなんかこう先制を敷くようなものというイメージは全くない、複数のコーポレーションというものの存在を前提にした運動なんですね。でそのようなものを、作るために、例えばその、教皇のオフィスというものを徹底的にこう、選ぶ手続きというものを透明化すると、あるいはこう財産ですね、あるいは後継者を、その再退を禁止し後継者の任命というものを排除することによって、そのオフィスの持っている、純粋性といったら変ですが、その、いわゆるこう封建的な、あるいはその、教会外部とのですね、この不透明なものというものをこうオフィス、まさにそこでオフィスとパーソンを分離することによって、獲得していくわけですね。で、まあ、もちろんそのさまざまな司教さんとすごいミラノというのが特別な地域であるというのはまさにその通りです、これはもうその伝統のなせる技で、まあ、それが今日まで続く北と南の、まあ、非常に大きな差の一つなんだと、原因の一つなんだというのはおっしゃる通りですが、まあ、ちょっとこれについては、第3部で機会があるのであればフロアの側から議論させていただければと思います。それでは成田君お願いします。あ、成田と申します。よろしくお願いします。時間がないので質問というよりは簡単に感想のようなものを一つだけ聞かせていただければと思います。で、午前中の青木先生の話の中でそのコーポレーションの一つの側面として、まあ、それがその社会的なゲームの中に埋め込まれているというお話があったと思います。そこでいうその社会的なゲームというのは、まあ、様々なドメインがあって、まあ、先生が挙げられていたものであるあれば経済的なものもあれば政治的なものもある、そういう様々なドメインに埋め込まれているということは、本質的にその個々のコーポレーションの持っている目的なり、それが追求しているものというのにその変化なり選択の余地があるということを、まあ、意味しているんじゃないかなと思います。で、そうしますとその、まあ、玄関先生のお話の中にあったような意味でコーポレーションがこう抽象化してその一つパーソンから分離したそれ独自の存在として抽象化していく段階でコーポレーションが持っている目的であるとかそれのレゾンデートルのようなものそれ自体が、何か一つの言葉なりスローガンになるような形で具体的に決められていく必要があるんじゃないか。で、例えば池上先生がおっしゃってたその儀式であるとか文化であるとか倫理であるとかっていうのはそういうその目的とかレゾンデートの一つの表れであるというふうに見出すことができるのではないかというふうに思いました。で、その時にそのコーポレーションの目的であるとかレゾンデートルっていうものが を決めるような要因っていうものとしてどういうものが挙げられるのか、あるいは、まあ、それがこう決まっていくプロセスを顕著に表しているような、まあ、事例があるんだろうかというようなことに興味を持ちましたので、もし何か教えていただける先生がいらしたらぜひお願いしたいと思いました。ありがとうございます。その、コーポレーションの目的の定義というところを外すことによって割とサクッとまとめている報告が並んでいたと思うんですけれども、どうでしょうかね。それでは池上先生何かもし場合もあるし、かなり相克してる場合があったと思うんです。
ないと分かりにくいかな。ですから、まあ、当然目的も変わっていってもいいんですけれども、非常に本質的な問いかけをいただいて、ただ それに答えとするとパネルやりなさなければいけませんので、時間も疲れしてますので、このあたりでこのセッションを閉じたいと思います。どうもありがとうございました。